はい、皆さんこんにちは。今回はグラセフオンラインでケイジ君がなんか謎のバグ裏世界に連れてって行ってくれるっていうことで、はい、今回はヘリコプターしかも 海岸沿いでこのテトラポッドがある場所に来ております。うまく着地できるか。お、できた、できた。おー、危ない、危ない、危ない。お、できた。テトラポッドがいっぱいある。この海岸線、ここに何があるのか。こんなとこに来たことすらないぞ。そっちか、どっちだ。テトラポッドの上？よいしょ。危ない。よいしょ。おーっと、よいしょ。ん？あ、この穴に、この穴に落ちて、落ちるらしいです。この穴に落ちて、そう、テトラポッドに向かってダッシュ、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュして、ダッシュして、こける。こけると、そう、バグって、そう、テトラポッドの中に入れる。すごい、これは。そんで、向こう側に、向こう側にも当然行けるんで、テトラポッドの中にも、うろうろできるし。すごい、これは。そして、向こう側。バグ世界。バグ世界だからバグってる。これ、海はちゃんとなんか波立ってるけど。ここ落ちたらどうなるんだろう。まあ、実はここ落ちると、また向こう側に行けて、ま、元の世界に戻れる。殴れない。お！バグの世界だからか。パシブモードが、お、おりゃ、あ、殴れた。いや、痛い、殴り返された。しかも、ここって、警官とかからは見えてないから、無双できるんですよ。だから、いくら手配度がついても、追いかけられない。ピッ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 、ドカーン！そう、手配度がむちゃくちゃついても、遊べる。まあ、無双ができる。結構、ここ、はい、楽しかったですね。なんか、普通と手配度が4とか5になったら、ヘリコプターとかが来ても、ほぼ逃げれないに等しいけど、普通にやってたら。でも、ここにいると、いくらこう、警察官と戦っても、そう、追いかけられることはないから。無双ができてめっちゃ面白かった。あ、いる、警官が。おっと、ホーミングランチャー。ビビビビビドン。手配度が3人。いけるか。自力で、ゾーン。いやー、ここのバグの裏世界めっちゃ楽しかった。おっと、朝日が眩しいぞ。はい、てな感じで、ね、友達のケイジ君にバグの裏世界を案内してもらいました。ここすごい楽しかったです。よかったらみんなも行ってみてください。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。ロケラン無双もできるし、武器で遊びまくれる。